村井町立法歴7年1月4日は、加賀藩年寄り、輝か村井屋第6代当主。父は、加賀藩大年寄り前田孝行。養父は、加賀藩年寄り村井親町。養子に、前田八十五郎、村井町高氏養名は右元太、通称は主前署名は高道。官位は、十五位下、文を守る。本性は平氏。家紋は、 丸の内上和町。元六十年、前田孝之の逸夫として生まれる。宝永七年、村井親町の養子となる。聖徳元年八月七日、養父の死去により、家督と、治療一万六千五百国を相続する。年寄りとして、藩主、前田義則、宗達、茂木、茂康に仕えた。官営元年、義則の六男八十五郎を養子とする。 同年、八十五郎の聖母神女院が、全藩主聖母の毒殺未遂の容疑で、禁錮処分となり、寛延二年に死去する。長剣は八十五郎との養子縁組を解消、代わって、吉則の七男、健二郎を養子とする約束をする。法暦三年、健二郎が藩主従、安氏の後継者となったため、養子縁組の約束を解消する。法暦四年、 実刑、前田隆介の三男長高氏を養子とする。法暦5年、十五医した、文を守る二女人。法暦7年1月4日没。去年61。家督は、養子の長高氏が相続した。ありがとうございます。